やっていきましょう。じゃあストレッチからいきます。ウォーミングアップですね。この状態で、右足を前に出していただいて、前のライをします。で、このまま上にぐーっと上げて、後ろに倒していきます。1。これを5回いきます。息は吐きながら、2。3。いいですね。4。やらせていきましょう。はい、OK です。では、このまま横に開いて、後ろに手を広げていきます。指先を見ながら広げていきましょう。はい、1。広げて、2。ふーっと吐きながら、3。ふーっと吐いて、4。ラストいきましょう。はい、OK です。今度は逆ですね。左足に変えていただいて、前習いをしましょう。そのまま、上に上げていって、ぐーっと持っていきます。1。上に上げて、2。頭さん、ちょっとやってること違いますよ。上に上げて、3。はい、上に上げて、そう、4。こっから上は、ぐーっと倒していくようなイメージですね。はい、オッケー。では、そのまま開いていきます。1。胸を広く立てていきましょう。2。息を吐きながら、3。4。ラスト。はい、オッケー。では、また右足に切り替えましょう。両手を後ろについて、裏を伸ばします。もも裏、膝裏、ふくらはぎ伸ばして、前に左手をついて、右手を開きます。1。後ろ。でこの前につく手を、前につきすぎてしまうと、肩が痛くなるので、体の近くでついていただいて、開く。そうすると開きやすくなります。ぐーっと開いていきます。そうです。後ろ。前、開く。はい、いいですね。後ろ。前、開く。出していきましょう。後ろ。前、開く。はい、結構です。この逆、反対ですね。左足に変えます。で、両手を後ろについて、ぐっと伸ばして、右手をついて、左手を開く。1。前、開く。2。後ろ。前、3。あ、いいですね。後ろ。前、4。はい、ラストいきましょう。前。はい、OK。では次はですね、お尻周り、股関節を伸ばしていきましょう。四つ葉になっていただいて、こんな感じですね。で、足はベタと楽にします。で、お尻をぐーっと後ろに引いて、股関節を絞ります。で、背中をぐーっとやるんではなくて、お尻をぐっと下ろしていく。で、戻します。そう、1。はい、ぐっと絞って、はい。いいですね。ふーっと吐いて、3。股関節動かしましょう。ここを絞るようなイメージですね。4。はい、絞って、お腹を使いつつ、5。ラスト。後ろに。はい、OK。では今度、このままお尻引いて、ぐーっと手を伸ばします。指先を見ていただいて、右側に半歩ずつずれていきながら、左の背中を伸ばします。ぐーっと伸ばして、
っかり お尻も引いていきましょう。はい、戻ります。1 1 1 1。はい、ぐーっと伸ばして、はい、真ん中戻りましょう。 OK。 では最後はですね、立っていきます。両手を地面についていただいて、膝曲げても OK です。この状態で前に進みます。1 1。で、このまま手で戻っていきます。1 1 1。で、もう一度いきます。1 1 1。で、足で前に進みましょう。1 1 1。こんな感じです。はい、 OK。 いいですね、ゴー。はい、 OK です。ではフォーミングアップ終わったので、ここからトレーニングの方に入ります。その前にちょっと水入れていただく方は水入れていただいて OK なんで、準備しましょう。ではですね、最初、今日は体幹トレーニング、体の軸を作るトレーニングを一緒にやっていきます。足は上半身も使っていきましょう。この状態で両手をついて四つ這いで、四つ這いというのはこの肩の真下に手が来るような形で、股関節の真下に膝が来る、ここにボックスができるような形ですね、四角形が。なので手が前に出すぎたりすると肩が痛くなってしまうので、必ず肩の真下まで持ってきて、この状態を作ります。で、このまま両足をちょっと上げます。そうです、足を両方、両足上げて、このまま前に手を上げる。で、キープします。はい、では上げて、キープスタート。鼻で息を吸って、口から吐く。足は地面から離して、指先は。離していきますよ。指先は地面から離していきます。5秒前、頑張って。3、2、1。はい、腕を下ろす。で、反対行きましょう。はい、上げて、体を膝でキープします。OK、スタート。鼻で吸って、口から吐いて、ぐーっと吐いていきます。で、キープしましょう。頑張って。はい、5秒前。4、3、2、1。はい、戻しましょう。いいですね。では、次は、肘をつきます。で、両膝は遠くなれば遠くなるほどきつくなるので、自分で調整しましょう。で、足はきつい人はついていただいて OK です。できる方は上げましょう。これは各自のこの強度の強さに応じてやってみてください。で、このまま左足を伸ばします。左足を後ろに伸ばしてキープしましょう。はい、伸ばして、ゴー。あ、いいですね。気を止めないように。3、2、1。はい、OK。戻しましょう。今度は反対いきます。その姿勢のまま、まっすぐに反対上げて。はい、キープ。レディー、ゴー。はい、いいですね。ぐーっと引きつつ、引きますよ。3、2、1。はい、OK です。では、今度はまた四つ這いに戻りましょう。この状態でバランスをプラスしていきます。右手と左足を伸ばす。で、このままタッチ。で、伸ばす。これ繰り返しましょう。10回いきます。では、伸ばして。レディー。はい、タッチ。はい。伸ばす。1。タッチ。伸ばす。2。タッチ。
すみます。三、八、すみます。四、八、五、ナイス。六、伸ばせ。七、よいしょ。八、九、ラスト。はい、OK。いいですね。じゃあ、今度反対行きましょう。左に行ってと、右足を伸ばす形でいきます。まずは伸ばしていきましょう。レディー。はい、伸ばして。はい、タッチします。八、伸ばす。一、八、伸ばす。二、八、伸ばす。三、伸ばす。四、四、伸ばす。五、八、伸ばす。六、八、伸ばす。七、はい、八、八、九、ラスト。十、はい、OK。では次はちょっと上向きになります。背中周り使っていきましょう。この状態で、指先を体の方向に向けます。で、このまま膝を曲げていただいて、ちょっと肩幅に足を開きます。で、このまま体を少し上げます。そして、ぐーっと背中で押す。はい、では上げていきましょう。レディー。はい、アップして、ゴー。そう、ぐーっと胸、背中で押します。はい、頑張って、こう落ちないように、ぐるっと上げていきます。3、2、1。はい、OK、下ろして、いいですね。では、次は、ちょっとだけ横向きやっていきましょう。右手をついて、肘を横に側につきます。で、両足は膝を曲げて、この膝を曲げたものを後ろに引きます。で、そのまま、この下の骨盤をちょっと後ろに引きます。こんな感じですね。あ、いいですね。で、このまま体をアップする。で、アップして、なおかつ手と足を伸ばします。あ、いいですね。そう、はい、伸ばして、キープ、スタート。気をつけないですよ。ずーっと相手、足が下がらないように、お尻で上げてきて。3、2、1。はい、OK。では次は、ちょっとひねりを加えていきます。耳の横に手を当てていただいて、はい、この状態でまず先ほどのように体を上げます。で、このまま肘をひねって、反対を向きます。で、また上げる。ぐっと上げて、肘を見ていきます、この時。自分の肘先を見ていきます。これを10回いきましょう。では、いきます。レディー。はい、ひねって。はい、開く。1。ひねって。開く。2。ここは下がらないように、ここでキープしながら脇を使いましょう。くぐって。3。くぐしながら、アップ、し、はい、5、よいしょ、6、7、8、伸びて、9、ラスト、はい、OK! ちょっといつもと違う刺激ですね。横の腹筋を入れました。今度は逆いきます。左肘をついて、で肘が痛い場合はこちらにバスタオルとか乗っけていただいても構いません。しっかり支えていただいて、両膝を後ろに引きます。で、ここの下の骨盤をちょっと後ろに倒していただいて、後ろに体が流れないように気をつけましょう。では、いきますよ。こちら。ここを上げて横の腹筋とお尻を使います。まず、ここをアップします。そして、足を上げて30度曲がりましょう。で、前習いへ。スタート！そうです。
吸を止めないですよ。3、2、1、はい、OK。 いいですね。では先ほどと一緒です。また膝を曲げて最初の姿勢に戻ります。そして右手を耳の横に押せます、置きます。で、ここを上げて入れる。で、肘を見ていきましょう、ずっと。では行きますよ、レディー。はい、ひねって描く。1、2、寝て3、4、ナイス。5、もうちょっと、はい、6、7、8、9、ラスト。はい、OK。 いいですね。これで前の軸と横で背中も今日は使ってきました。で、次はちょっと下半身スクワットを含めてトレーニングをしていきましょう。スクワットは体幹も使いますので、同時に下半身だけじゃなくてお腹にも力が入ってきます。で、まずは手を前に組みます。で、両足は肩幅、腰幅ぐらいで OK です。で、このまま前に手を当てて、横から見るとこんな感じです。この状態で、お尻をちょっとでっちにします。前傾にして、このまままっすぐ下がるのではなくて、ちょっとでっちにして、このままダウン。下げられるところまで下げていきます。で、アップ。で、戻る、ダウン、はい、アップという形でやっていきましょう。 OK、ダウンさん OK です。では行きます、レディー、はい、ダウン、はい、アップ、1、外側に体重を上げます。上に体重を乗せないように、2、ダウン、で、ここで3、反動つかない、ダウン、4、はい、ダウン、5、また触れる、ダウン、6、頑張って、はい、ダウン、7、はい、ダウン、8、もうちょい、9、 OK、 ラスト、うーっと下がって、はい、戻ってきて、 OK。 ももの前ですね。スクワットはしっかり可動域といって下まで下がると10回やるだけでもかなり効果的になりますので、やり方でだいぶ変わります。で、次は股関節とこの内ももを使うスクワットをやっていきます。できるだけ足を開きます。ある程度開いていただいて、つま先は45度ぐらいちょっと向いて OK です。で、手を前で組んで、まず右足の方からいきます。こちらに向かって体重をかける、ずーっと。この状態で開いていただいて、かけてかけて、こっちはストレッチするような感じですね。で、アップ、オッケー。で、行きましょう。レディー、ゴー。下ろして。はい、アップ。1。同じ足行きます。下ろして。はい、アップ。2。はい、ダウン。そう。こっちの足にしっかり乗っける。伸ばしてる足に乗っけないですよ。こっちにしっかり乗っけて、そう。4。はい、ダウン。はい、5、惜しいですよ。はい、ぐっと押す、6、はい、ぐっと来て、7、はい、ダウン、8、あと2回、ダウン、ダウン、ダウン、
ラスト。はい、OK。では反対いきましょう。ラストはこっち側いきます。左側に倒れていきましょう。いきましょう、レディー。左側に倒れて、ダウン。はい、アップ。1、ダウン。はい、アップ。2、ダウン。そう、3、アップ。ダウン。前いそうし、しっかりお尻に左に乗っける。そう、アップ。そう。はい、頑張って。ダウン。はい、ロック。上体が腰に乗らないように。まっすぐ。7。はい、ダウン。8。はい、9。みんな頑張ってますよ。はい、ラスト。しっかり乗っけて。はい、オッケー。お尻周りですね。お尻と腿の前。これは一番お尻周りだったりとか、まあ、骨盤を上げるにもすごく効果的になりますので、ぜひ皆さん試してみてください。では最後、3分間のトレーニングですね。今日もやっていきますので、こちらは負荷によってはご自身で調整しながら参加していただいて構いませんので、皆さんよろしくお願いします。で、今日の内容なんですが、まず一つ目が、この状態で寝ます。で、体をちょっと起こしていただいて、かかとを立ちします。これも近くになればなるほど楽になりますので、うまく調整しましょう。で、その後は、両足上げていただいて、ちょっと下げる。で、上げる。ちょっと下げる。上げて、最後は、バイクです。これバイクこいで、腹筋、下腹部ちょっとメインで、この腹筋と含めてやっていきましょう。では、行きます。両足していきましょう。仰向けてます。では、5秒前から、行こう。まずはタッチに、タッチの両方、1、1、1、ふう、ふう、タッチ、タッチ、ゴー、ゴー、はい、頑張りましょう、ゴー、ふう、ゴー、ゴー、ゴー、はい、足上げて、ちょっとダウン、はい、戻す、少しだけ20分ぐらい下げて、またアップ。下腹部をずっと意識します。下げて下げて、アップ。下げて、アップ。はい、頑張って。うん、はい、これでいきましょう。頑張って、ファイト、もう少し止まらない、ゴー、
Good. はい、下げて。Down, up, down. Down, up. 続けて。はい、walk. Go. Go. はい、ポイント。最後まで。以上。さて、最後。動かしていきましょう。Go. はい、Go.明らかにスピード落ちてますよ。1、1、1、1、ナイス、ゴーテン、ゴー。残り10秒切りました。はい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 、ゴーテン。はい、オッケー。お疲れ様でした。はい、ナイスファイトです。じゃ最後ちょっと水を入れながらクールダウンしていきましょう。Thank you. では両手ちょうど出していただいて、両手を横についてお尻を引きます。そして膝の上に手を当ててぐーっと前に向けて伸ばしていきましょう。では今度は両足を開きます。で、右手を左のつま先に向けてぐるっと伸ばしましょう。後ろとこのもも裏伸ばしていきます。はい、反対いきましょう。左側に右手を伸ばし、右のつま先に向かって左手を伸ばしましょう。で、息を吐きながら、はい、OK です。では次はちょっと横向きになっていただいて寝ていきます。ももの前を伸ばしていきましょう。下にある膝を自分の方に曲げます。で、上の足の足首を持っていただいて、後ろにぐーっと膝を引きましょう。こっちの手を強く引くのではなくて、膝を後ろに引きます。そうすると、ももの前が伸びると思います。はい、OK です。この反対にしましょう。寝ていただいて、まず下の足を自分の方向に曲げます。で、左足を持っていただいて、ぐっと膝を後ろに引きましょう。で、一回起きていただいて、右足を、次はお尻ですね、前に出して、左足を乗っけます。そのまま右のかかとをお尻に近づけて、手を後ろについたら、お尻を一回引きます。で、この左のお尻を動かしていきましょう。で、もう一度伸ばしたい方は、間から手を入れていただいて、足を持ってゴロを決めちゃいます。はい、OK。 今度反対ですね。左足、そして右足を乗せる。で、左のかかとを自分のお尻に近づけます。手を一回後ろについたら、お尻を引いていただいて、右のお尻を伸ばします。そうですね。今日はお尻も結構使ったので、しっかり伸ばしていきましょう。で、さらに、
間から手を入れて、そのまま寝ちゃいます。ガランとして、頭もつけて OK です。で、ぐーっと自分の方に寄せて、鼻で息を吸って、口から吐きながら、戻ってきます。今日は OK です。はい。では音声の方、ミュート解除お願いします。はい。では今日もお疲れ様でした。お疲れ様です。はい。ありがとうございます。まあ、基本的な動作にはなるんですけど、どこまで深くやるのか、どういった姿勢でやるのかっていうところで、体にかかる負担って全然違いますので、そこをしっかり落とし込むだけで、回数をたくさんやらなくても、そのたくさん時間をかけなくても、体にはしっかり、負荷がかかって、まあ体型も変わりますし、筋肉もしっかりつきますので、そういった意味では、自分の体は今どこ使ってるのかなってイメージしつつ、まあ、こういう、動画を見たりとか、自分のやり方を比べながら、日々のトレーニングで落とし込めるともっとより良くなりますので、ぜひ皆さんもそれをチャレンジしてみてください。よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。ちょっと今日最初いろいろトラブルがありまして申し訳ございませんでした。でもね、はい、ありがとうございます。ご参加のほど何かまたご質問等ありましたらぜひ、まあ、直接でも構わないですし、こちらの部分 の, その YouTube のチャンネルからでも構いませんので、コメントや要望お願いします。はい、はい、では今日もありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様です。